結局こういうことになるんだね、ミッキー。ええ、僕はあの音楽を取り戻さなきゃならない。だからどうしても花嫁が必要なんだ。君はピアノの前に座っている方が似合ってるのに。まったくだな。バラの花嫁は僕のものにしますから、たとえあなたを傷つけても。素晴らしいわ、ミキのピアノ。この学園の誇りね。先日のパーティーもあなたの演奏のおかげで随分花を添えられたわ。でもどうしてコンクールの出場をやめちゃったの？先生たちがっかりしてたわよ。このピアノ、少し音がずれてるようだけど。そう？先週調律させたばかりよ。なら調律が必要なのは僕の方かもしれない。一人の時はいつもその曲を弾くのね。僕は本当はこの曲しかピアノを弾く理由はないんだ。僕がピアノを続けているのはある人にこの曲を聴いてもらいたいからなんだ。ある人？でも僕はまだこの曲を思うように弾けない。どうしても求める音にならないんだ。そんな、私はこれで OK よ。ミキの気持ちは十分に伝わってくるわ。これはね、自分の中に永遠の美しさを持ってないと弾けない曲なんだ。その曲の名前は？光さす庭。最悪の点数だわ。うん、大変だねそりゃ。だいたいさ、数学なんて九九が言えりゃそれでいいのよ。論理的な思考力を育てろってことだろ。でもママが言ってたよ、論理的なことは全て男に押し付けるのがいい女だって。あっそう。いいわよね、あんた数学得意だもんね。嘘、あんたいつもは数学こんなに悪くないでしょ。ちょっと油断した。ダメよ、論理的な思考力を育てなきゃ。おい、ともかくこんな点数じゃルンルンしてられないよな。大変ね。私たちがどれほどミッキーのこと好きか知ってるわよね。聞いたわよ、あんたのせいで私たちのミッキーコンクールに出るのやめたって言うじゃないの。私知りません。嘘、ミッキーに余計なこと言って自信なくさせたんでしょ。そうよ、私そんなこと言ってません。君たち何をしている？なんだか僕のことで誤解されて言いがかりをつけられてたみたいですね。本当に申し訳ありませんでした。ありがとう。いえ。あ、あれ、ん？何？姫宮と一緒にいる男の子誰？ほら、ミッキーじゃない。ミッキー？知らないの？1年生のカオルミキ君。ピアノとフェンシングの腕は全国レベルの美少年で、まだ中1なのに大学のカリキュラムをいくつか受けてる超秀才よ。へぇ。でもってね、上級生の女子にすっごい人気で、ミツコたちなんか大騒ぎよ。ふーん。でも
ん？なんで姫宮アンシーとミッキーが一緒にいるのかしら。いや、ジュリ先輩。部室にも生徒会室にもいないと思ったら、図書館でお勉強とはね。誰かの答案添削をしているのか。ええ、ちょっと。へえ、他人とは距離を置きたがる君が珍しいじゃないか。ねえ、ジュリ先輩。ん？幸せっていうのは案外身近にあるものかもしれませんね。あ？それにしてもすごい答案用紙だな。一体誰のだ？一応直してみました。その先生はいつもそういう引っ掛け問題を出すんですよね。以後注意してみてください。いいよな、添削してもらえて。やっぱ持つべきは論理的なボーイフレンドか。天井先輩、カオルミキです。よろしくお願いします。僕のこと知ってるの？もちろんです。あなたは今僕たちの間では一番の有名人ですから。僕たち？これですよ。君も奴らの生徒会の一味なのか？やっぱ君もバラの花嫁を狙っているわけ？いえ、誤解しないでください。僕は生徒会メンバーではありますが、姫宮さんを決闘で花嫁にしようとは思っていません。本当です。これは今度の追試に出そうな問題の山です。このノートに書いた公式さえ覚えてれば大体クリアできると思います。ありがとう。いえ。でもかなり彼女のことを気にしてるようには見えるけど。彼女は、姫宮さんは僕の知ってる子に少し似てるんです。それだけです。天井先輩と決闘するつもりはありませんから。当たり前だよ。君たち生徒会のおかげで僕たちがどれほど迷惑を受けているかわかる？なんだか知らないけど、君たちが決闘だのなんだのってくだらないことに巻き込むから、僕たちはこうして追試まで受ける羽目になっちゃったんだ。僕たちって、先輩も追試なんですか？いや、そうなんです。いいね、今日のは。テクニックでねじ伏せるようないつもの迫力じゃなくて、なんだか音に潤いを感じるよ。前に言ってた輝くものでも見つけたのかな。ええ、そうかもしれません。僕はずっとなくしていたものをついに取り戻せるかもしれないんです。それは羨ましいな。その輝くものが取り戻せたら、ぜひ俺にも教えてほしいね。何が輝くものよ。かしらかしら、ご存知かしら。小学校の時初めて付き合った子はクラスで一番算数のできる子でした。あら、初耳。そんな頃にもう彼氏がいたの？けど、私がプロレスだ。ニンニクラーメン大盛り。お好きだとすると、君がどういう子か分かったよって言って、それっきりになっちゃったのね。もう恋するものよ、夢見る恋のワコードよ。本当の彼女の正体を果たして、あなたはご存知かしら。かしらかしら、ご存知かしら。
遅くなってすいません。いや、待ってたよ。どうぞ。あの、実は。ん？私もご一緒してよろしいでしょうか。あれ？君は確か…ナナミです。ミキ君の彼女？違いますよ。ま、入ってよ。姫宮も中で待ってるからさ。お邪魔します。お邪魔します。へえ、この寮ってお化け屋敷って言われてるけど、中は綺麗なんですね。いい部屋ですよね。ああ、姫宮が毎日まめに掃除してくれるからね。姫宮さんって綺麗好きなんですね。すごいわ、私感心しちゃう。見てなさい、姫宮アンシーを可愛い子だなんて思うのも今のうちよ。いいなあ、店長先輩は。こんな女性らしい人と住めて。嫌味か。姫宮先輩、消しゴム貸してくださいね。あー、てんてん虫よ、てんてん虫がいるわ。この人筆箱にてんてん虫なんか入れてるわ。姫宮、見損なったよ。僕、幻滅しちゃいました。名付けて、まあ姫宮アンシーって筆箱にでんでん虫入れてる変なこだわ作戦。なんか言いました？いえ、何も。じゃあ単行式から始めましょう。あ、大丈夫ですよ、やり方さえ覚えればパズルみたいなものです。姫宮先輩、消しゴム貸してくださいね。姫宮アンシー、覚悟なさい。さんたちのお家なんですよ。そんなとこで飼うのはやめろって言ってんだけどね。でも可愛いですよ、なんだか姫宮さんらしいな。出て虫よ、可愛いって出て虫なのよ。アサリン、ジュリエット、マルセリーナ、また後でね。わかりました、店長先輩、ここで引っかかってるんですよ。どこ？この場合はそういうことなら仕方がないわね。ほら、この問題も同じことで間違ってます。まあ、なんて可愛らしい机。私もこういうの欲しいわ。青大将よ、青大将がいるわ。この人、引き出しに青大将なんか入れてるわ。姫宮、見損なったよ。僕、幻滅しちゃいました。ついにこれまでね、姫宮安心なんてことになるのよ。名付けて、まあ姫宮アンシーって机の引き出しに青大将を飼ってる変なこだわ作戦。なんか言いました？いえ、何も。三角形 ACP で線 BX と平行な線が CP だから。まあ、なんて可愛らしい机。私もこういうの欲しいわ。なってるんですよ。そんなとこで飼うのはやめろって言ってんだけどね。でも可愛いですよ、なんだか姫宮さんらしいな。マングースよ、マングース、あんたたち変だと思わないの？今お勉強中だから、また後でね。ヘビさん美味しかったの。そう。ここはどうなるわけ？ここはこう、うん、できましたか？そうなの、そういうことなの。これだけはやりたくなかったけど、そういうことなら仕方がないわね。生タコよ、生タコがいるわ。この人、クローゼットに生タコなんか入れてるわ。姫宮、見損なったよ。僕、幻滅しちゃいました。なんてことになるのよ、絶対。名付けて、言わんと姫宮アンシーってクローゼットの中に生タコ囲ってる変なこだわ作戦。なんか言いました？いいえ、何にも。今度こそこの生タコでギャフンと言わせてやるわ、姫宮アンシー。ギャフンと言うのよ、この生
またこで。いざ。危ないよ。嘘よ、いくらなんでもこれは夢よ。こんな巨大な生タコが、生タコの足が。あれ、去年の学祭の飾りに使ったアドバルーンですよね。捨てられたのがかわいそうだったからここにかくまっているんです。いい加減捨てるように君からも言ってくれない？でもかわいいですよ。なんだか姫宮さんらしいな。これで x イコール3になるんですよ。あとはこれで代入してこの一次方程式を解けば。ああ、なるほど。3プラス y がだからできた。これでどう？当たりです。なるほど、さすが超秀才、授業より分かりやすいや。いや、そんな。真面目にやろうよ、通しは来週なんだからさ。はい、テナ様。もうこんな時間か。ミキ君。はい。何か軽く食べようか。ナナミ君もさ。ナナミ君。はい、お夜食ですね。実は私、今日お弁当を作ってきたんです。皆さんのお口に合うといいけど。ああまた動物。これも姫宮先輩のお友達なんですよね。チューチュー、ダメよ勝手に。この動物。ごめんなさい、私が代わりにお料理作ってきます。レモンとイチゴを一緒に食べると美味しいんですよ。あ、そう。本当だ、美味しいな。私の得意料理なんです。そうなんですか、メモしとかなきゃ。シロップもうちょっと欲しいな。ナナミさん、溶けないうちに召し上がって。冗談じゃないわ。先輩に向かってその言葉遣いはないだろう。デデムシ筆箱に入れて、引き出しにマングース買って、クローゼットに生タコ風船隠して、おまけに夕食がかき氷なんて、お腹壊すでしょ。私はお腹が弱いのよ。かき氷って好きだけどな。お腹が弱いとは残念だったな。かき氷とお腹の話をしてんじゃないわよ。なんでみんなこの人に関心を持つのよ。君だって姫宮さんと友達になりたいんじゃなかったのか。何のこと。ミキこそ彼女が好きなんでしょ。白状なさい。その、あれ、姫宮がいない。本当だ。強引に勉強会なんてやっちゃったのがまずかったかな。夕食はたこ焼きの方が良かったかしら。僕ちょっと見てくるよ。僕も行きます。あ、ピアノだ。あなたがいつも弾いてる曲だわ。姫宮ってピアノ弾けるんだ。妹の音色と同じだ。あの光さす庭だ。見つけた、輝くものを。Messen doesn't forever kiss
やミッキーのためにピアノを弾いてあげなよ。なんだか彼君のピアノに特別な思い入れがあるようだし。ウテナ様がそうしろとおっしゃるなら。いや僕が言ったからじゃなくてミッキーのためにさ。私はバラの花嫁、エンゲージした方の思うがままです。目を覚ませよミッキー。そんなやり方で姫宮のピアノを手に入れようとするなんて間違ってる。次回少女革命ウテナ光さすにはフィナーレ。絶対運命目視録。